はい、どうも、4ヶ月で10キロ痩せたダイエットマスターの趣里です。はい、ってことで、この画角に、ダイエッターとしては、この悪魔の実とも言える食材が置かれているわけなんだけれども、ダイエット中に食べたくなるもの、ナンバーワン。まあ、いろいろあると思うんだよ。ダイエット中に食べたくなるもの、アイスも食べたい、チョコも食べたい、ピザも食べたい。でもやっぱり、ラーメン食べたい。ダイエット中、マジでラーメン食べたくなるよね。でもさ、ラーメンの中でもやっぱりカップラーメンというものはさ、まあ、手軽に食べれる一方で、栄養的にどうなの？ダイエット的にどうなの？っていうのがさ、あるわけじゃん。でもやっぱり、日々の自炊はめんどくさいし、ラーメンは食べたいし、ということで、たまにはカップラーメン食べさせてくれよ。ダイエットしてても食べさせてくれよ。ということでね、ダイエット中でも、たまーにだったら食べても、OK な？カップラーメンのアレンジ紹介していこうと思います。ということで、まずこのカップラーメンとダイエットについてなんだけど、このカップラーメン、カップヌードルビッグのカロリー、およそ457キロカロリー。仮に3食カップラーメンだったとして、合計カロリーは1371キロカロリー。これ意外に少ないよね。だって成人男性の1日の消費カロリーは平均2200から2500。成人女性の場合は、だいたい2000から2300キロカロリーあるので、仮に毎日3食カップラーメンだけ食べたら、1371キロカロリーなんで、カロリー的には別に問題ないんだよね。じゃあなぜ、ダイエット中にカップラーメンがダメなのかっていうその理由なんだけど、まずはね、糖質が多い。糖質が、まあだいたいね、1日 130g 推奨されてるんだけど、これ、1個あたり 42.6。グラムあるので、これ3食食べるとそれだけでも限度いってしまうと。で、次に塩分が多い。塩分はね、ダイエット中だったら、なるべくだったら、まあ、6グラム以内。まあ、結構厳しいんだけど、推奨するんだけど、まあ、ダイエッターの人は1日6グラムぐらいが理想なんだけど、これ結構厳しくて、なんとね、このカップラーメン、全部つゆまで飲み干すと 6.4 グラムでオーバーしてしまいます。だからもう絶対汁は飲んではいけない。そして、カロリーに対する栄養素が低いというのも、ちょっとダイエット中に食事的には向かない。あとはね、なんだかんだ言ってカップラーメンビッグといえども、これだけじゃやっぱりお腹いっぱいにならないということで、追加におにぎりとかついつい食べてしまうわけだよね。おにぎり1個180キロカロリーぐらいなんで、そうなると一気に1食あたりのカロリーが増えてしまうということなんで、これらのデメリットさえ解消することができれば、ダイエット中でも、たまにだったらカップラーメンを食べていいということになる。だからまあさっきも言ったが、塩分は多すぎるので、まずスープは飲まないように気をつける。それを踏まえた上で、カップラーメンの少ない栄養素を補う、神トッピング、神追加食材をね、今回用意しました。それが、でん、もずく。これもずくね、40g で、なんと 2kcal なんで、もずくを足したところでカロリーは全然増えない。そして水溶性植物繊維のフコダインっていうのが豊富に含まれているから血糖値上昇を抑えてくれるのね。カップラーメンっていうのは炭水化物の塊ですから、もう食べたらもう急に血糖値がギューン上がるんだけど、このフコダインの効果、もずくのフコダインの効果によって血糖値上昇が緩やかになるので脂肪がつきにくくなると。ただこのもずくの酢とね、このカップラーメン合うかどうかなんだよね。実際入れてみて合わなかったら別々で食べた方がいいと思う。でも、まあ、実際入れてみて美味しかったら、まあ、普通にトッピングとして使ってもいいと。今回その実験をしたいと思います。それじゃあ早速お湯入れていきましょう。じゃあお湯入れたんで、そろそろ蓋開けますか。うわぁ、久しぶりのカップラーメンだ。いや、マジで1年ぶりぐらいに食べるんじゃないか。いやぁ、懐かしいな、この感じ。たまらんな。早速ね、もずく入れてみるか。入れてまずかったら皆さんは分けて食べるようにね。でも、トッピングした方が楽なんで、これで美味しいことを祈る。えい！でんと。これで、フコダインもたっぷりと。いいですよ。じゃあ行きますか。いただきます。
まずはね、ベジファーストならぬモズファーストでいきます。モズクの部分だけ食べると酸っぱいね。じゃちょっと全体に絡めていこうか。よし、汁が溢れ出そうだなこれ。よーし、行くぜ。久々のカップヌードルだ。絡んでる、もずくがしっかり絡んでる。いただきますよ。いただきます。まあ、別にちょっと気になるけど、なしじゃないかもしんないな。ちょっと酸っぱい感じが気になるが、そこまでって感じ。苦手な人は苦手かもしんないけど。うん。全然いい。てかもう久しぶりのカップラーメン食える喜びに比べたら、ちょっとね、お酢っぽい味になるぐらいどうでもよくなる。これぐらいね、ダイエッターにとってこのカップヌードルを食えるという喜びに勝るものがない。これが幸せの味か。しかも、もずくなんて序盤で終わるから、後半はただのカップラーメンだな、ほぼ。いただきまーす。これを気にせず食べれた頃が懐かしいよ。謎エビもいただいちゃおう。懐かしい。そして謎肉。マジ懐かしいな、この謎肉の味。たまらん。カップラーメン食べれるって幸せなんだね。でもね、もずくトッピングするだけで、カロリー的にも、栄養素的にも、いい感じの一食のバランスになるので、たまーにカップヌードルともずくトッピングで食べる分には、全然問題ないっすね。むしろなんか頑張ってる自分へのご褒美って感じがする。カップヌードルって色褪せないよね。まあ宗教上の理由でついは残さなきゃいけないのでね、これでごちそうさま。いやーマジでね、胃袋が幸せだと言っている。やっぱ糖質制限ダイエットしてる人めちゃめちゃ毎日大変だと思う。カロリー制限ダイエットしてる人本当に大変だと思う。俺も大変な思いして4ヶ月間で10キロ痩せたんだけど、でもたまにだったらね、今回のカップヌードル、そしてフコダインもずくトッピングすると、まあ、自分へのご褒美というかいいアクセントになると思うので、どうしてもカップラーメン食べたくなった人はもずくトッピングで食べてみることをおすすめします。はい、そんな感じでこのチャンネルでは4ヶ月で10キロ痩せたダイエットマスターの俺がダイエットに関する動画をいっぱい出しているので、チャンネル登録と他の動画も見に来てくれると嬉しいです。はい、そして俺は他にも2つチャンネルを運営しています。競馬予想チャンネルとゲーム実況シチュエーションボイスチャンネル。この2つのチャンネルは概要欄の方にリンク貼っておくので、そちらから飛んでチャンネル登録してくれると嬉しいです。はい、そんな感じで、俺とあなたのダイエットが成功しますように。次の動画でまた会おうねー。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてサンキューな。このチャンネルではダイエットに関する動画をこれからもバンバン出していくので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしく。ゲーム実況やシチュエーションボイスをやっているシャフくんチャンネルや、競馬予想動画をやっているシュリチャンネルなど、別のチャンネルも運営しているから、よければ概要欄に貼っておくので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではお互いダイエット頑張っていこうな。次の動画でまた会おうねー。